旧区府は、アメリカ軍で民生品のピックアップトラックや SUV に改修を、加え、軽軍用車両として採用するプログラムの故障、及びそれらの車種の故障である。旧区府は、アメリカ合衆国で1970年代中旬に、調達計画が始まった。この頃、アメリカでは、M151 ケネディジープシリーズの、後継車種という位置づけで開発された M561。 ガマゴートが非常に高いオフロード性能を持つ一方、その複雑な機構のため効果であり、M151 のすべてを更新するほどの数を揃えられないことや、M151 そのものの対応年数も迫って来ていることなどから、これらの車種の低コストの後継車種として計画されたものである。旧区府は M151 の任務の中でも、オフロード能力や対談能力を求められない。 広報任務等を引き継ぐものとして運用され、一方、高いオフロード能力を求められる分野では、M561 がまごうとが1 9八十年代半ばまで使用が続けられた後、AM ゼネラル社のハンビーシリーズがその任務を引き継いでいくこととなった。旧区区シリーズの車種は民間市販車をモデルとしているためこれまでに何度かのモデルチェンジを行いながらも、1970年代、 中盤から現在に至るまで、アメリカ軍及び輸出先で使用が続けられている。最初に採用された車種は、ダッチ製 WD シリーズピックアップトラックで、1976年から1977年に、かけて、4四輪駆動の M880 シリーズ、4二輪駆動の M890 シリーズとして、アメリカ軍に採用された。この時点では、採用された車種には、 九フの名称は用いられていなかった。M880、M890 は、積載量約2500ポンドで、カーゴ型を基本としていくつかの派生型が、正式化されている。エンジンは、出力150馬力のクライスラー製5200、CCV 型8気筒ガソリンエンジンを搭載し、変速機は3速オートマチックであった。M880、 M890 シリーズは、総計約4万4千台がアメリカ軍に採用されている。形式使用国1983年に M880、M890 に変わる新型車種として、ゼネラルモーターズ製のシボレー C、K、シボレー K のブレーザーをベースとした車両が新たに追加採用され、この車種は9クフと呼称された。M880、 M890 と同様に、ピックアップトラック型、救急車型など、派生車種が開発された。エンジンは、出力155馬力の 6200ccv8、ディーゼルエンジンを搭載し、変速機は3速オートマチックであった。休憩は1983年から1986年にかけて生産され、総計7万台がアメリカ軍に採用された。 1986年から1996年にかけても、それまでに生産した車両の交換用として、引き続き少数が継続して製造された。形式使用国1996年に、旧区の後継車種として、旧区2という名称で、新型車種が採用された。この車種は、バージョンアップされた、レー C、K シリーズ、シボレータホシリーズ、 シボレーサバーバンシリーズなどをベースとして2000年頃まで生産された。形式使用国2000年にベース車種のモデルチェンジに伴い、旧区普通の調達が終了し、2001年には新モデルの調達が始まったが、これらの車種は新たに LSSV と呼称されるようになった。LSSV シリーズはシボレーシルバラードシリーズ、シボレータホシリーズ、 シボレーサバーバンシリーズをベース車種としている。ゼネラルモーターズ製の 6600ccv 型8、気筒ターボディーゼルエンジンと4足、または5足のオートマチックトランスミッションを装備している。2005年から LSSV の調達先企業が、ゼネラルモーターズ社から、AM ゼネラル社に変更されている。形式使用国。ありがとうございます。